ボさん、スーペリオで来ましたよ。スーペリオのササリで。おっしゃ、カボさんの前で釣ったエンジンのエロフック、レッグワームで釣って、これエンジンのハブくんね、もう釣りサボってこんなとこでずっとダベってて。おっしゃ、ちょっと俺の魚です。マイウォーターやで、マイウォーターやで、釣ってください。どう、あ、そういうのってか、あ、来た、あ、カブさんの魚釣った。カブさんの魚いただき、カブさんの魚いただき、いただき、あ、バルさん。おっしゃ、よし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 。おお、ほらね、あ、二度がかりしてる。あ、本当だ。田中さんいつもやらせって言うから、暴走コアやらせ疑惑を払拭して。暴走コア本当でした。おはようございます。おはようございます。同じホテルに泊まっていたハブさんを捕まえましたよ。キノコ森カップで、夜、まあ、懇親会終わって、夜偶然ペンション亀山に泊まってたということで、朝から釣り子さんに捕まりました。なんかちょうどね、2019年ももうそろそろ終わりということで、なんか来年の新製品見せてくださいということなんで、一つちょっと。ちょ、エンジンバスで突っ張抜く前にこう俺が突っ張抜いてやると思って、はい、ご紹介させていただきたいと思います。おー、サオじゃないです。サオじゃない。サオじゃないです。サオじゃない、はい、いや、置いといて、え、ルアー、ピザポテトでもないです。なんかもうやばいですね、小森カップ雨だったからもうびっちょびちょです、これ。おー、これすごい整理整頓というかシステマチックですね、車の中も。はい、普段はここにハイデッキが乗ってて、両手は、はい、今これ乾かしてるんですけど。あ、おー、はい、で、まあ、ドカットがあって、カゴがあって、ハイデッキの上にバウ乗って、エレキはこのこっちですね、こっちの付け。おー、すげー。この車買う時にプラドと悩んだんですけど、うん、まあ、僕ちっちゃい子供がいるんで、はい、なるべくこう乗り降りしやすいように前に荷物が行かないようにしたかったんで、はい、前の時には前にエレキとか積んでたんで、そうするとやっぱ人が乗る時降ろさないといけないんで、うん、なるべくここだけで済ますようにしたかったんで、へー、こんな感じにしてます。結構これはでも暴走行く人で、ご家族いる方、お店いる方は、はい、いいかなと思います、うん、うまく後ろ側だけで済ませれば、はい、ちょっと家族乗れたって便利です。で、新製品ね、はい、あれ帽子セブンでいいんですか、これ、これ大丈夫、もう大丈夫、普通にプライベートで帰る途中だから。エンジンバスじゃないですか。エンジンバスの帽子全部びちょびちょです、昨日ので。お、あ、蓋もびしょびしょ。はい、で、来年の新製品ですけれども、はい、はい、あー、すげえ、これこれ、さあ、どれが新製品でしょうか。この手にひだひだ、あ、そうか、来年の新製品はこれですね、ちっちゃいサイズの、はい、ベビーチンっていうのが3月、はい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 、と4月に分けて出ます。従来2019年に出たブーンチンがこれ、はい、でこっちがベビーチンです。あれ、え、ブーンチン、あ、そんなに、あれで、ブーン、ベビー、ブーンチン、ベビーチン、ベビーチン、これ一緒です。へー、ちなみにブーンはこれです。あ、そうですよね、はい、中空素材あんまり売ってないブーンの白。おー、なんですかあれ、それもう生産調整とかしてるんですか。いやいや、してないですよ、ハブさん、それ。してない、白以外はでもお店まだありますよね、はい、動画でああいうことするから、はい、そういうことになるんじゃない、まあ、そうですね、11月末の、ね、三島でもかなりいい反応をやられたんで、まあ、で、一応今年出たこのブーンチンっていうのは、はい、どちらかというとスペルバンドコーンの66のハーのパーフィネスロットとかで、はい、吊るす、はい、吊るすことをメインに考えてるんで、まあ、ちょっと芋っぽい形状で、はい、しっかりウェイトもあるっていうところ、はい、なので、ノーシンカーでただ沈めても釣れるんですけど、フロールを使って、うん、より沈めて、はい、ただ沈めるだけでも釣れる、そう、いろいろこう沈む虫っていっぱいある中で、はい、ただ投げて沈めれば
本当に簡単に釣れるよっていうのがなかなか、まあ、そんなにないかなと思ってたんで、僕の中でこのちょっとちっちゃいものを、はい、リリースすることにしました。でブーンチンとの大きな違いはまず、まあ、サイズがちっちゃいんですけど、はい、全然ボディサイズがちっちゃいんですけども、はい、うん、足ですね、はい、ブーンチンの方は足にリブがないんですよ、うん、これはこう叩いた時にこう綺麗にこうファッファッファッとこう生めかしく動きにしてる、はいはい、ただベビーチンの方は沈めた時にこう細かくピピ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 ピってこうベビーっぽい波動を出すようにしてます。あと前ですね、ラバーの生え方とか足の生え方が調整してあって、ちょっと4方向にちょっと毛の生え方が上から見ただけじゃ分かんないですけど、はい、かなり複雑な、はい、スモラバっぽくしたかったんですけど、はい、この針が出るプックポイント側にも、はい、この足がついてしまうと、はい、フッキングを妨げる可能性があるので、はい、あえて両サイド、ただただ真横に生やすんではなくて少し角度をつけてフレア感を出すように生やしてます。ありがとうございます、はい、イエーイ、はい、であともう一個特徴としては、はい、シンキングとフローティング両方出ます。え、あ、そっかそっか、ベビーチンっていうチンっていうその沈むのチンなんですけど、テストをしていく中で最初この沈む方だけでやってたんですけど、あとに折木さんの上流とかで気づいたんですけど、うん、ちっちゃいのが水面でこうピクピク浮いてる状態で反応するやつが一定数いるんですよ、うん、そいつらを釣るために急遽フローティングマテリアルを追加しました、ただこのブーンとかと違って中空ではないので、うん、素材をフローティングマテリアル使ってるんでやっぱ水とか吸ってしまうと、うん、ブーンよりもちょっとやっぱ沈みやすくはなってしまいますね。一応でも F 表記 S 表記で2種類出ます、あ、はい、なんで3月に沈む方が出て、はい、4月にフローティング、春先三島の上流とかではめてたじゃないですか、はい、あれっていつぐらいからこのルアースタンバイしとけば、最初の時期は移動距離が少ないので、うん、まあ分賃の吊るしとかで、うん、まあ、全然いいと思うんですけど、まあ、沈む虫が出番が増えてくるのは僕はアフターの時期だと思うんで、スポーニング終わってその後、まあ、5月の連休明けぐらいからが、うん、まあ、いいのかなと思います。ただ三島上流とかだったら3月 の, その後半、はい、あったかい雨の後バスがガッと刺したとかだったら、はい、十分出番はあると思いますけど、まあハマればその時期だったらもうこっちでも出ちゃうと思います。軽くってるやつも多いんで、この部分でも十分出ると思います、はい、で散々言ってますけど、部分の肝はやっぱこの腹の色ですよね、うんうんうん、カエルっぽい、はい、腹の色がキーだと思いますっていう、まあこのベビーチン、とりあえずこのベビーチンっていうのが、来年3月と4月にエンジンからリリースになりますので、はい、まあかね、これは本当釣れるルアー仕上がってますんで、ぜひ使っていただければと思います。あとキャストしやすいので、はい、初めての沈む虫使うよって方でも扱いやすいと思いますので、針は、スーペリオの8番を頭にちょまきしてくれる、はい、LO フ LO ではなくて、まあ、サイトなんで基本的にはマスバリの、はい、M2、ごめんなさい、M2 M2 フック、はい、はい、スビルの M38 番をセットしてください、はい、というわけで、あとはまあ横浜ショーで、まあ、エンジンブースに来ていただければ、いろんなまた雑誌も見ていただけると思います、まあ、コンクルージョンも何かあるかもしれませんのでぜひお立ち寄りください。ハブさんはコンクルージョンなんですか、ハブさんはコンクルージョンかどうかはさあどうでしょう、お楽しみってことで、はい、はい、ありがとうございます、ありがとうございました、帰っていいですか、はいはい、でまあ、手ドラグでこうやって、うん、あとまあ糸だけで引っ張りっこしちゃうとやっぱり切れてしまう、うん、で竿にやっぱり竿を、仕事させる、うん、やっぱみんなこうやり取りとかを見てると怖い怖いっつって、はい、ドラグ出したりとかして、はい、竿が曲がりきってないんですよね、でやっぱり竿は曲げきって竿のトルクを引き出して、うん、ここまで来てやっぱ竿に仕事をさせてるっていう状況なので、うんうん、もう竿をグーッと曲げ切って、うん、僕だったら多分今説明の中でバットにパワーを残してるって言いましたけど、バットを極限まで効かして、うん、かつこうこのギリギリのラインで糸を出して、うん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 、まあ久々の程度こういう角度ですよね、はあ、こんな鋭角ではないですけど、はあ、で全てのバランスのなんだろう、よく力を引き出して、はい、クルバランスを引き出して止めるっていう、へやっぱりその今釣り子さんが言ったようにカバの中に入っていくことです、うーん、そうそうそう、であいつらはもう正直染めないと例えば3ポーンドとか B のレーニーでやってたら取れないんですよ、うん、でもうまくやればやっぱ止まる、まあ、
僕はその上流でその2キロとか止めるときはやっぱりここで止めます、うん、糸で止めたら P のレーサーとか、はい、プロのさんは切れるので歯でやられちゃうので、うん、で道間の上流とかだとザリガニ食ってるやつもいるんで、はい、歯がまあまあ鋭いんでスナイパッドで止めないと、うん、なるんですね。で結構この竿はモスに触っていただいた方とかは結構、はい、まあ、いろんなリグに使えるし、はい、持った感じがすごい扱いやすい感じになるんで、まあ、ぜひ横浜でもね展示してます、はい、大阪でも展示してます、はい、うちは今年このキープジャストも出ますので、はい、新本も出ますので、まあ、ぜひ触りに来ていただければまた直接おすすめをさせていただきますので、はい、まあ、ぜひお立ち寄りください、はいはい、2019はちょっと、はい、忙しくてもうダメだと思うんですけど、はい、2020は、はい、羽生さんが、はい、後ろ乗っけてもいいよって言ってくれてたんで、はい、ちょっと釣り子、まあ、羽生さんエンジンバスありますけど、はい、釣り子が取材するってのももしかしたら来年にかけては。そうですね。でも昨日田中さんも工場で僕予想ついたんで、釣れてないって言ってライブに5本入ってたっていう疑惑が発生してる。それがトーナメントじゃないですか。その醍醐味ですよ。いやいやいや、僕は田中さんの監視で回ってただけなのに。いやいやいや、もうちょっと俺釣り道具持っていかないんで、羽生さんのここら辺借りてちょっと。まあでもぜひぜひ、まあ、そんな冗談はさておき、来年はね、はい、釣り坊さんともいろいろやっていければと思います。そうですね。まあ、ついにコンクルージョンが始まっちゃってますので、うん、田中さんと、まあ、僕の方もいろいろやっていければと思います。羽生コンクルージョンが。羽生コンクルージョンじゃないですよ。羽生さんの、見解も聞きたいんですよね。やっぱ小森さんは小森さんにこの前いっぱい聞けたんで、でも実際に針のパートとか、羽生さんのスーペリオとかはやっぱりエンジンなんで、はい、多分いろいろ小森さんが知らないところとかも知ってるかもしれないんで、そういうところを取材していければなって思うんで、はいはい、ちなみに最後スーペリオで、はい、皆さんこれプロトですけど、あ、これプロト、うん、CN、あ、サリン、はい、CN、 あ、ハリカバネコフセット、はい、これ多分お待ちになられた方がすごい今多いと思うんですけど、待ってます、3月に出ますんで、まあ、針の形状はこのままですけど、このワームキーパーとかあとシーベルの部分は全然変わってますんで、ストレートワームですか、ストレートワーム、これどう刺すのかなっていうのが、水浸しのこのタックルボックスを開けろってことですか、なんか中古のまっすぐワームないですかね、あまりワーム俺なんかあったかな、僕の車を見てもらえば分かると思うんですけど、何気にかなり整理整頓がすごいんで、はい、そういうこれどっか盗んできた、ダイワです、ちゃんと買ったやつダメですよ、スーパーから便利だからって盗んできて、そういう風に言われるのが絶対嫌なんで絶対に盗みません普通に縦に刺しますよね、はい、一瞬何の面倒したいこともないです、ただ普通にこう、まあ、センターだけはしっかり今抜いてで、製品版にもこうワームキーパーついてますので、はい、ワームキーパーとアイの間にワーム収まして当てて、はい、まあ、ちょっと余裕見て、うん、で僕の場合はこれ一回抜いちゃいます、はい、抜いて普通に、はい、で、まあ、人によっては抜かないでっていうのも周りかなと思って、これが見たかったんですよね、どう小森さんもあれすごい今出るやついいやつですよって言って、どういうことなのかなと思って、こういうことで、はいはい、一回抜いた方がもちろんフッチングが良くなりますけど、うん、はい、まあ、オフセット服と同じじゃないですか、針先の最後の処理が、はいはい、なのでもちろんワームが切れちゃえば針先出ちゃったりするので、うん、根掛かりの確率はちょっと増えちゃいますけど、まあ、僕は一回抜いてます、はい、それ根掛かりしたとしても食っていった魚は確実にフッチングしたいんで、まあ、あとはその使うロッドのパワーとかにもよりますよね、はい、そうですね、はい、うん、重りはこのセッティングで大体何グラム、2.7、あ、に結構重めの入れるんですね、はい、入れますね、それって結構大きいですよね、外付けにしちゃいます、うんうんうん、ダウンショットシンカーを外側につける感じです、あー、はい、で、リアクション的要素もちょっと、はい、そうです、で、しっかり入れて、
昨日も優勝したのはババ君は間違うと思うんですけど、多分カバーネコとババ君とルキーストレート、でもパワーフィネスだったんで 1.8 ぐらいでしょうね。僕もスピニングだったら 1.8 やります。最近の勝てる人、はい、ここら辺使いこなしてますからね。ちょうど僕は湖ぐるぐる回ってて、笹公園のところでババ君カバーをしたんで、はいはい、昨日はでも笹公園のカバーは反応良かったみたいですね。両方パラパラっとこうカバーだったらすぐに森黒でワンバイト出たんで、やっぱり寒くても雨パワーはあるので、今12月ですけど、はい、こっから来年ブーンチンが効く時期までは、はい、しばらく冬の暴走になると思うんで、はい、羽生さん的なこっから真冬の 1,2,3 月ぐらいのなんかエリア、肝なんか亀山ダムで考えたら3月になるともう1月春って言ってもいいのかなって思うので、はい、あれですけど、今年ちょっと濁ってるんで、はい、例年より釣る年次が浅いっていう、浅い、はい、12月の10日ですけど、例年であればやっぱり8とかが釣れるんですけど、まだ全然5とか、もっと浅いところでも釣れてるっていう、まあ、これは完全に濁り、水温が12度でもそんなに浅いところが釣れるし、カバーであんだけバイトがあるんで、やっぱ完全に濁りの影響だと思うので、はい、まだ濁りが残ってるうちは結構浅いレンジで釣れると思います。あとはそのカワウが来たりとかして突っ込むようになってくるとバスが深いところ落ちてくるんですけど、ないぐらいはもしかしたら本当6ぐらいまでで勝負になっちゃうかもしれませんね、年明けて朝の気温が4マイナス4とか、マイナス5とかになってくるようになってきたら8とか、で2月になったら10っていう、この辺の動きは例年通りだと思うんですけど、あとは濁りがどんだけ左右するかなっていうところだと思います、はい、で昨日もね結構その障害物に絡めてダウンショットっていう話をしてる方が多かったんですけど、はい、僕のイメージだと障害物に絡めてやるダウンショットだとやっぱりちょっとサイズが落ちると思います。まあ、田中さん、昨日何もないフラットで釣ってるところの方がアベレージがちょっとでかかったと思うんですけど、はい、あれは完全にベイトフィッシュについて動いてる魚なので、そういう魚を釣っていった方が同じディープでもサイズが上がると思うので、何かをタイトに狙うんではなくて、ベイトフィッシュについてる魚、同じレッグアームのダウンショットでも、まあ、僕とかそうです、小梅さんとかそうです、動かすのは早いじゃないですか。早いですね。だからそういう魚をやっぱりサーチしていく、一箇所でオタとかでずっと引っ掛けてシェイクしてるわけではないっていうところですよね。やる気があってベイトフィッシュについてる魚、一緒にいい魚をどんだけ拾っていけるか、それが真冬で1日1匹か2匹釣れたとしても、2匹ともじゃあ例えば20から25センチなのか、一方でも40近くが混じるのかっていう差になってくると思うので、やっぱりどうしても冬は魚探が必要になってきますけども、そういったところも、で思った以上にバスは動いているというのは結構重要かなと思うので、防寒対策として、はい、で防寒対策も僕いろいろ思ったんですけど、はい、朝さえ乗り越えれば、まあ、日中は結構どうにかな全然なるんで、放射冷却の時間帯ですね、はい、朝の、はい、まあ、9時ぐらいまで我慢できれば、うん、ぜひ、ね、冬でも亀山は釣り楽しめるので、まあ、チャレンジしてみていただければいいと思います。まあ、エローフックとレッグアーム黒は必須かなと、あと僕だったら、まあ、厳しくなってきたらシェイクローの 1.8 のダウンジェットはマストなんで、まずは用意してやってみたらいいかなと。工場も空いてて結構僕は好きです。僕冬好きなんで、はい、はい、俺も大好きです。お疲れの中全部引っ張り出してもらって本当ありがとうございました。いや全然です、昨日疲れた分はねトーナメントなんで、いやいやいや、グラちゃんの出場権利がかかってたんで僕持ってますからありがとうございます。エンジンバスの羽生くんでした。ありがとうございました。またフィッシングショーとかでお会いしましょう。よろしくお願いします。